はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。皆さんね、というわけで毎日毎日いろんな意味で大変だと思うんですけども、マスク不足 ね、カメラさんもね、大変だったんでね、今日のカメラさんはほら、ね、カメラさん何人かいますからね、正確に言うと3人いるんですけど、今日のカメラさんは一応カメラさん A ということで、お子さん3人いるんですよね。で、お子さんのために今マスク不足で大変なんですけど、早朝ドラッグストア並んでまず整理券もらうんだよね。で、1時間ぐらい並んだんでしょ。で、並んで、で、どんだけ買えるのかなと思ったら、たった5枚ね、でも5枚でもたった5枚でも嬉しかったでしょ。でも子供3人いるから、もう家族5人でしょ、もう1日分だもんね、それをまた洗って使ったり、本当に貴重です。もう本当に下手したらもう金より貴重だなんてね、ぐらいな感じですけども、そんな中ね、今日実はね、嬉しいものを送ってきてくれたんですよ、お客様で。七ヶ浜町ね、宮城県仙台市から海寄りのところですね、 S さん、先日ギブソンレスポール買っていただきました、ありがとうございました。でね、手紙くれました。ゲージさん、いつもありがとうございますね、ギブソンの方は毎日弾いています、だってすごく気に入っていますと。本当にまた気に入ったんで、またギター熱がね、再熱して、今度は P90 のレスポールが欲しいです。なんかいいのあったら紹介してください。そんな買わなくていいよ、本当にもうありがとうございます。で、マスクの方少しですけど使ってくださいって、ありがとうございました。さっきというわけで、お子さんもね、3人もいるということで、カメラさん A の方に少し分けましたので、よろしくください。本当にありがとうございました。でも本当にこんな時代に、ね、ご自分も大変だろうに、もう僕なんかのために送ってくれて本当にありがとうございます。世の中本当にね、捨てたもんじゃないですよ。本当にありがとうございます。カメラさん嬉しかったでしょ。ねえ、本当これは今日家帰ると子供たちもね、大喜びだよね。はい、僕も本当に人になんかこうできる人間になっていきたいと本当思っています。ありがとうございます。さあ、そんなね、S さんも気に入ってくれたギブソンレスポールなんですけど、今日はね、実はレスポール、もちろんレスポールなんですけど、ギブソンではないんです。カメラさん、アップ、オービルでございますね。ご存知、日本製ギブソンということで、あまりにも有名ですよね。こちら今日の答えは、1997年の、LPS80F、LPS っていうのはレスポールスタンダードということですね。そして80は当時の定価が8万円、 F はフレームトップの F、 トラメですね。97年製、不次元製です。こちらね、まず全体的にこう、まずトップからいこうか。非常に綺麗、この綺麗なトラメはもちろんのこと、ほぼほぼ傷だこんなやつです、トップに関しては。ただね、残念なことで、このエスカッションがね、これよくあるあるの、ここ割れるんだよね、ここのところ。これ、まあ、もしあったら変えてくださいね。ネットで安く売ってますんで、国産だったら大体あるね。この R ついてるのとまっすぐのタイプがあるんで、R の方だといいと思います。まあ、でもしばらく大丈夫だよね、この感じだとね。フレットもまっすぐで、ここ、ね、フレット、あ、ごめん、今言葉間違った、何感じ、ネックまっすぐで、フレットもヘリがほとんどなくて、まあそうだな、8割ぐらい残ってますね。はい、サイドバックも、あ、ここにね、ちっちゃいサイドぐらいかな、これ、こんな目立たねえちゃ目立たここ、あとは本当状態ですよ、すっごい綺麗、ほら、ネックの方も綺麗です。いや、本当綺麗だわ、これ、状態いい。もう23年前ですよ。すごいよね、そういう意味ではね。これ大事に使ってたんでしょうかね。金属の孔もね、綺麗になっております。今、クリーンです。エフェクターはかけてません。フロントですね。これリバーブかけてないですよ、今。でも、こう、いい感じで、このほら。いいよね。さっきセンターでした。で、これがセンター。リア。こんな感じね。
フロントね。センターミックス。リア。軽く歪ませます。ゲイン10時ぐらい。フロントで。センターリア、マーシャル風のアンプシミュレーターで原因12時まで上げます。フロントからセンターリア、センターフロント、しましょうか。ぐわっと歪ませるとこんな感じ。フロントからね。センター。リア。って感じですね。もう一回クリーンにします。今度クリーンにして軽くリバーブかけるとこんな感じかな。でトーンちょっと絞ると、純正ではないんですけども、汎用品のギグバッグ、まあまあのしっかりした感じの、軽くてしっかりしたギグバッグがついています。これだと背負ってね、しっかりどっちでもスタジオでも行けますよ。さあ、お値段でございます。こちら、1997年製。あ、ちなみにね、そうそう、オービルの話しちゃうと、88年から98年とか、そのぐらいかな、昨年約10年間製造販売されたこのオービルギブソンですけども、オービルバイギブソンというかオービルね、最初の頃は寺田楽器製で、後半から93年ぐらいかな富士原製になったという話なんですけども、ここ最近またまたジャパンヴィンテージのブームとともに、まあ当然この辺はもう80年代ですからジャパンヴィンテージとは言わないんですけども、ジャパンヴィンテージブームと一緒にフェンダージャパンブーム、ね、ブームと言ってるんでしょうね。そしてこのオービル非常に人気です。でネットなんかでも見ていただくと分かるんですけど、オークションサイトですとね、もうオービルのバイギブソンついた最高級のやつがもう30万とかもう20万ざるだからね、もうとんでもないことになってると。当時一番いいやつも12、3万だったかな、特殊なやつも15万かな、そういうギターがもう倍とか下手した3倍ぐらい売ってるのもね、異常人気でございます。ちなみにバイギブソンがつくと、ここに、まあ、ロゴもバイギブソン入るんですけど、ピックアップがまあアメリカ製ということでね、ギブソンのギブソン USA のピックアップがついてたってことなんで、もしこだわりたい人はこのギター、国産のこっちのね、ただのオービル買ってピックアップをギブソンに変えるなんていうのもいいかなと思いますよね。さあ、お値段です。1997年製富士原製の
こちら LPS80F お値段で6万9800円です。さあ、いつもだとね、レスポールを持ったらピエリムア先生のパリの散歩道弾くんですけど、今日は別の曲弾きます。あのマニアの方は知ってると思うんですけど、ゲイリー・ムーアが初来日した時、1981年かな、あの東京公演でレコードライバーにもなってるんですけど、アンコールかなんかで前の年ですか、ランディ・ローズが亡くなったんで、ランディ・ローズに捧げるって言って、ゲイリー・ムーアが自分の曲でサンセットって曲インストを演奏したんですね。まあそんな感じで今日もね、 3.11 なのでこの曲を弾きましょう。ゲイリー・ムーアのサンセット聴いてください。